秘密のラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のないラブストーリー、それはいつも通り、慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝え、聞いていただきました。